橋くん、吉田くん、今野くん、前田くん、今井くん、予選を勝ち抜きましたご覧の6名によって 100m 競走少年 A 決勝です。肉眼では分かりにくいような部分がありましたけども、まあ、いわゆる先に出てしまう、もしくは静止していない、ピク付き動作、まあ、さまざまな観点での何かがあったんだと思われますが、まあ、インターハイはリアクションタイムはなかったですかね。もう世界大会レベルはもう間違いなくリアクションタイマーがついております。さあ、といっているところで、グリーンカードですかね。さあ、ちょっと注意指導があったようでありますが、グリーンカードということで失格者は出なかったようであります。ですが、呼吸を整えて、スタートしていってほしいと思います。少年 100m 競走決勝レースです。きれいに出ました。横一線、どうでしょうか。松野持ち前田君、前半から終盤まで今野君がリードしていた感がありましたけども、風は向かい風1メートル、トップは前田君でした。松野持ち高校、最後のわずか10メートル以内ですね、逆転があったようでありまして、松戸睦美の前田君が10秒93、向かい方1メートル、手元に入っている記録からいたしますと、今野君、千葉黎明高校10秒94。さあ、正式結果は掲示をもって発表に変えさせていただきたいと思いますが、大混戦の少年 A100m 競走でありました。この後は青年女子の 100m 競走に移ってまいります。